闘ゲーム愛してますし、格闘ゲーム人生かけてるつもりですので、モーションだとかバランスに関しても非常にこだわりがあります。で今回そうですね、キャラクターに関してもいろいろいろなキャラクターがいて、でその人たちがどうやって戦えばいいんだろうっていうところからもう一度見直して、で必要なところはモーションも作り直したりとかしてますし、まさにその私のような格闘ゲーマーがしっかり格闘ゲームとして遊ぶ、そういう仕上がりにはなっています。既存キャラクターに、モーションを追加するにあたって、まずモーションとして気をつけたということが、一つ、そのキャラクターに合ってない動きはさせないということをですね、本当にそれだけですね。やっぱり今まで のユーザーさんって各キャラにイメージを持ってると思うので、そこは絶対に壊したくないと、いうところが、大前提としてありまして、今まではすごくその、美しいキャラクターっていうことで表現してたと思いますけど、今回このデッドアライフ5では存在感っていう言い方をしてます。あたかもそこにいるかのような表現で、そこで実際にモニターの向こうにいるんじゃないのかというふうに感じてもらえるキャラクター表現というものにフォーカスしてます。そのデッドアライフ4から間にディメンションズが挟まってるけれども、デッドアライフ4からそのキャラクターの少しだけリアルに進化させるっていう一番難しかったの、それ聞くまでもないよね、霞だよ。やっぱり霞はデッドアライブの顔であるし、あるべきだし、永遠のヒロイン、その霞がやはりあれだけ人気があるキャラクターを形を変えるということは本当に勇気がいったし、ものすごく大きなチャレンジだ。でもそれができなかったら多分デッドアライブ5って作れなかったと思うし、今こうやってみんなに見せることはできなかった。5では、キャラクターの その個性とか特徴は継続しつつ、ドア5でもっと生き生きした魅力のあるキャラクターにするっていうのが、プロジェクトのコンセプトでもあったし、キャラクターのコンセプトでもありました。For the characters, of course, Dead or Alive is known for its sexiness and, high-kicking characters and, certain aspects of the physics engine. We're having those, and those are definitely going to be in Dead or Alive as part of the series, as part of its history, and that's part of why people like it. But we're trying to take a bit more of a mature take on it. で、どうせやるなら、今までの何倍もこうセクシー、何倍も魅力的なものにしたかった。で、そのために、いろいろその自分自身、周りの人間たちが生活する上で実際に起こること、体験すること、当たり前のように見かけることっていうのをどんどん記号として入れていきました。それは例えば汗だったりとか、自然な髪の毛の動きだったりとか、とか感情だったりとか、あとは言わなくても分かる、今回の汚れは濡れの部分とはまたちょっと別のアプローチとして、今回実装させてもらったんですけれど、汚れについては今までのステージ、いろいろなドアデッドアライブシリーズで、いろいろなステージがあると思うんですけれど、そのステージによって今まで全く変化がなかったっていうところは、ステージによってその激闘どのくらい接戦だったのか、どのくらい激闘だったのかっていう部分を表現するためにすごい有効な手段として、入れさせてもらいました。また今回バーチファイターとのコラボレーションっていうものも入ってますけど、これはやっぱり 3D ファイティングゲームってバーチャファイターが元祖なので、今回デッドアライブという新しい未来のチャレンジするときに、一番元祖のバーチャファイターというキャラクターにそれを祝ってもらいたかったという思いがあって、今回このコラボレーションが実現してます。バーチャファイターのキャラクターなんですけど、基本的なモーションは全部セガさんの方から、いただきました、提供していただきました。こちらの作業としては、デッドアライブ のシステムに、出た時に足りないモーションを、作業した感じになります。なんとなくボタンとかコマンドはみんな似てるのを知ってると思うんですけど、実際にその違うゲームなんで、その
バーチャルファイターのキャラクターがデッドアライブのルールに乗って戦ったらどうなるかって、そういうワクワクするような戦いをね、用意してますので、これはもう楽しみにしていただきたいと思います。